皆さんこんにちは、2022年2月9日水曜日ですね。ここから1週間ですね。実は私は今高島屋さん、大阪高島屋さんでアノバのポップアップショップをやらせていただくことになりまして、いろんなちょっと準備をしてきまして、お話しさせていただきたいと思うんですけど、見てください、高島屋マークついてます。私も高島屋の店員でございます。いらっしゃいませということで、イベントでね、ちょっとこしろえたものをちらっとお見せします。ボンボヌルさんと一緒にやったロールトップテーブル、UH アッパーさんのテーブルで、その左下がウォンキーさんとも一緒にやったボックストップテーブル25で、こっちがタンク、ゼログラビティさんとアノバのコラボのタンクで、あとアノバオリジナルで限定で出す東大阪の財布職人さんと一緒に作った特別なチェアになります。これ数量超限定でやります。もちろん限定じゃなくて、既存の商品も今展示してますんで、今からちょっとご紹介差し上げたいと思います。レッツゴー。はい、それではですね、プロパー商品、アノバの既存商品ですねの方の展示をご覧ください。新しく出たウッドラックサンダーで、MS、こう3段のマックスにすると S と M 入ります。なので結構遠くから見てもらうと結構雰囲気いいかなっていう感じですね。あとブラックのロータイプチェア、これも少量だけ先出してもらいます。で、来週以降出てきます。でこのフィールジャックさんの商品もあるんですけど、ムースの焚き火台とステークハンガー、結構相性いいですね。で、下にランタンバッグがあるんで、あれゴミ箱としても使えますよっていう感じで、ちょっと展示させてもらいます。で、ちょっとね、テントを作ってキャンプしてるような雰囲気どうでしょうか。で、こちらの方、この一角アノバのプロパー商品のもう陳列になりますね。ただ結構、欠品したらもうちょっとこのお金かな。ザザラとかブラックエーションとかブラックのあれじゃないか、少量ですけど、ちょっと出してます。ステッカーだからちょっとアクセサリーが集めてます。ユージャックさんのシラカップもございます。ここにアノバのものもございます。こういったおしゃれなランタンも一週間これからやっていただきます。もうすぐ開店ですけどね、お客さん来るといいですけど、よろしくお願いします。